優勝したらハワイ旅行があるかって、それは楽しみにしていてください。では、ザ対決アットボールパークステージ、まずは、各種目挑戦する順番をもう先に決めておこうと思います。では、こちらにくじ引きボックスを用意しましたので、1人1個引いてください。順番が書いてありますからね。それ、つーちゃんのボードね、マル選手ね。じゃあ、はい、1個ずつ引いてください。この順番でね、全種目対決していただきます。はい、マー君1番です。これ戻したら分かんなくなっちゃうから、それ前回もやったから、クランチ来た時戻したら分かんなくなっちゃうからね。はい、じゃありんちゃん引こうか。はい、これもう運ですからね。はい、りんちゃんは何ですか。3番です。りんちゃんは3番目のチャレンジャーですね。じゃあスライリーどうでしょうか。出ました、スライリーは、うん、ちょっと待って、お姉さん今ちらっと見たの違ったぞ。1番本当？じゃあみんなに見せて、それ一緒のはずないよ。ちょっとみんなに見せて、これ4って書いてある。4番です。だから隠さないで、スライリー4番ね、4番です、怒んないで。はい、じゃあずーちゃんは必然的に2番になりますよね。はい、2番ですね。では、各種目すべてこの順番で行わせていただきますので、1番にチャレンジするのがマー君で、2番がズーちゃんで、3番がリンちゃんで、4番がスライリーになります。では、ちょっとすいません、ここで一悶着しないでもらっていいですか。ああいい、拾ってもらってありがとうございます。はい、では早速バイバイじゃないよ、ちょっとステージ降りたからってバイバイじゃないよ、犬みたいなことさせないでよ。さあ、ということでですね、まず一つ目の対決、ちょっと行くよって、コロコロじゃないよ、一つ目の対決いきますよ。では一つ目の